適度に混ぜていく。可愛く持ってくださいね。可愛さ大事ですよ。パラパラとパラダイスです。どうも、料理のおじさんりゅうです。最近めちゃめちゃ暑くないですか？毎回こんなこと言ってると思うんですけど、今回はですね、思考シリーズなんですけども、一滴も飲んでないし、酒3日あげました。すいません、嘘つきました。はい、ということでですね、今回はですね、思考の冷しゃぶでございます。冷しゃぶって普通になんかしゃぶしゃぶすればいいだけだろうと思ってる方いらっしゃると思いますけど、少しのテクニックとかやり方でですね、何倍も上手くなります。ぜひね、思考の冷しゃぶの作り方、薬味もね全部最高なんで、これをやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあ材料紹介いきます。豚肉です。これね、しゃぶしゃぶ肉じゃないんですよ、実は。両方ね、薄切り肉なんですけども、薄切り肉で全然平気です。しゃぶしゃぶ肉でももちろんいいです。しゃぶしゃぶ肉って結構高くないですか？なんかだから薄切り肉しました。で、今回は豚バラ 120g の豚ロース 120g 両方あります。どっち使っていただいてもいいし、両方混ぜていただいても結構です。こってりした豚バラとちょっとあっさりめの豚ロース、両方使ってみます。まあ、やり方ほとんど変わらないです。あと小ネギですね。ちょっとね、下にお野菜引きたかったんで、レタス2枚分ぐらいで、大根、夏の大根では細めなんですけども、これはね、だいたい6センチぐらい、大根おろしにしていきます、こいつは。生姜は 10g ぐらい、半分は煮汁に使って、半分はタレに使っていきたいと思います。おろしにんにくが1個、タレになっていきますよ、これね。今回作るのはごまだれの作り方だけ。ポン酢はね、市販のでも美味しいんですけども、ごまだれはね、作った方が美味しいと思います。なんで今回はごまだれの作り方も全部概要欄に分量とか載りますんで、よろしくお願いします。で、思考の冷しゃぶを作る上で何が重要かっていうと、やっぱりですね、冷しゃぶっていうぐらいだから、やっぱ冷たいお料理なんですよ。で、冷たいお料理を作る上で一番大切なのは、やっぱり、ね、冷たい料理を理解することですね。冷たい料理を理解するってことは、やっぱり冷たいドリンクを飲まなきゃいけないということだと思いますので、冷たいドリンクを飲んでいきます。こういう、この間ね、ココクローズキッチンの大西さんからね、北海道のジンをもらったんですよ。これ札幌のジン、クラフトジンらしい。これをね、飲んでいきます。昨日ね、ちょっと味見したらすごい美味しかった。冷やしリュウジを作っていきます。冷やししゃぶしゃぶには冷やしリュウジでしょ。ということで、乾杯。あ、すっごいハーブの匂いがする。すっごい爽やか。あ、これ夏向きですね。ちょっとレモン絞りたい。ちょっとレモン、ちょっとレモン絞って、うまいっすね。冷やしながらやっていきたいと思います。はい、じゃあ、早速作っていきたいと思います。まずね、じゃあ大根おろしていきます。大根おろしてる間にね、お湯を沸かしておくといいですよ。大根ね、皮むきます。おろしにするんで、皮はね、むきましょう。おろしにする場合は皮はね、きんぴらとかで食べられますんで。そしたらおろします。おろせましたね。こうキュッと絞っていくんですよ。キュッと、大汁が出るじゃないですか。大汁が、これね、レモンサワーに入れるとうまい。ピンポン玉2つぐらい大根おろしがあればです。はい、こいつはね、どうするかというと、こうします。うまっ、はあ、うまいね。大根おろしだけです、先が飲んで。タレ作っていきましょうか。じゃあまずね、お砂糖からいこうか。大さじ1、お酢が大さじ1です。醤油が大さじ1と3分の1ですね。ごま油大さじ1と3分の1ですね。おろしにんにく半かけ分ぐらいです、これ。半かけ分、トントントンと。で、生姜も同じぐらいの量、これぐらいかな。トントン。で、ここに練りごまです。大さじ2、2杯目はちょっとこう溢れんばかりに入れましょうか。はい、これが最高のタレらしいです。4年前ぐらいのレシピだから。で、これをちょっと適度に混ぜていく。味の素をタオルにします。はい、これが最高に美味しいごまだれになります。じゃあ茹での工程いきましょうか。1リットルのお湯を沸かしまして、ここに鶏ガラスープです。大さじ1ぐらい、大さじ1とちょいですね。大さじ1と小さじ1ぐらいですね。ウェイパー使う場合は小さじ1と3分の2ぐらいですね。で、今回は煮るのに中華スープ使います。皆さんお湯でやられてると思うんですけども、中華スープ使う方が味が締まるんですね。豚の香りが気になる方、おろし醤油入れてください。これ1リットルのお湯に 5g 分分分分分分ぐらい、5g ブブブブンぐらいで、これを入れると豚の臭さっていうのがすごい抜いて、あと生姜の鶏ガラスープになるんで、残ったスープも美味しいです。重要なこと、バット用意してください。金属のものがいいです。なければプラでもいいんですけども、ちょっとね、特殊なやり方します。じゃあまずはね、全部ね、半分ぐらいにちぎっておきましょう。
パラパラパラっと。皆さんはね、全部ね、半分に切っといてくださいね。で、煮立ったところにバサッと入れる。はい、こんな感じです。煮るのもね、全体が白くなったらもう揚げていいです。もうこれ、はい、で、バットに開ける。赤いところがないようにしてくださいね。煮すぎちゃうと豚肉ってすぐ硬くなっちゃうんで、はい、こんな感じ。もうすぐです。ロースもね、切っちゃう。こうやって半分ぐらいにした方が食べいいかな。で、こいつを広げながら入れていきます。こんな感じでポトンと。手早く入れましょうね。スープと生姜で煮ることによって臭みも抜けますし、旨味がね、肉に入るんですね。煮るときはね、ちょっとね、火強めにした方がいいです。温度下がりますんで、すぐね。それで赤いとこなくなったら、バットに引き上げるんですよ。冷しゃぶ僕好きで結構作ったんですけども、このやり方が一番美味しいです。大体に皆さんね、流水にさらすと思うんですけども、流水にさらすと旨味がね、全部取れちゃうんでね、このやり方が一番いいです。で、ここには豚の旨味とかも出てるんで、卵とか溶いて中華スープにしてください。めっちゃ美味しいよこれ。で、これあったかいじゃないですか。これしゃぶじゃないですか。これを冷しゃぶにしたいんですね。どうやって冷しゃぶにするのって言ったら、金属バットってすごく熱伝導率がいいので、このままですね、冷蔵庫か冷凍庫に入れるとこくとすぐ冷めるんですよ。コツとしては、肉をちょっとね、広げておく、冷めやすいようにね、鉄の部分にね、広がるようにね、やっておくといいです。で、今回はちょっと時間がないので、10分ぐらいラップして冷凍庫に入れます。そうするとすぐ冷える。これ水で流さない分、旨味が残るんですね。めちゃめちゃいいやり方なので、皆さん冷しゃぶするときはね、ちょっと手間で時間かかるんですけども、このやり方してみてください。じゃあ冷凍庫入れます。待ってる間にできることあるんでやっていきます。このレタスですね、冷しゃぶね、レタスとすごく相性がいいので、レタスね、ちょっと洗ったもんちぎって、はい、こんな感じですね。緑があるとね、見た目もね、爽やかに夏っぽくなります。トマトとかあったらね、トマトも添えてもいいですね。このさっきおろした大根おろしあるじゃないですか、水気切ってある。これね、非常におすすめなやり方あります。ラー油小さじ2杯ぐらいね、で、ラー油おろしにするの。これめっちゃ美味しいですから、このラー油おろしで混ぜる。このラー油おろしね、最強の薬味なんで、私には辛いなっていう方いらっしゃったら、ごま油と半分ぐらいでもいいですからね。このね、ラー油おろし超うまいから、いい香り、この薬味ですよ。はい、じゃあ肉が消えるまでジンを飲みまして待っていきたいと思います。はい、じゃあね、冷凍庫で10分冷やしたの。こちらもうね、冷え冷え。こいつを今回はね、ロースト半分なんで、半々でちょっと盛り付けましょうか。可愛く盛ってくださいね。可愛さ大事ですよ。キュンキュンさせてください、己を。料理はね、楽しくやんないとしょうがないですからね。はい、こんな感じ。あー、もう可愛い。バービー人形みたいですね。こんな感じです。ね。こっちがロース、こっちがバラ。そして最後に、ね、ラー油おろし。これね、ドカッと乗せます。赤みがあって、綺麗でしょ。そして最後に、青みが欲しいんで、バラバラとパラダイスです。ちょっとごまもかけたいね。ゆるごまもかけましょう、じゃあ。いいですね。はい、じゃあこちらで、至高の冷しゃぶの完成です。はい、ということでですね、今回至高の冷しゃぶできました。まあ、これね、量が多いじゃないですか。まあ恒例なんですけども、スタッフチャンス入れよう、酒飲み。お酒のお姉さん、小雪です。なんでアンブロナミアだったの。チャンスだから。なるほどね。はい、ジンが駆け回ってるよ。ということで、今日はお酒のお姉さん小雪に来ていただきました。よろしくお願いします。冷しゃぶですね。冷しゃぶです。美味しそうだね。ちょっとね、これ乗っけて、このままだと味が薄いタレかかってないんで、ごまだれをこうやってかけていただいて。美味しそう。すごいね、粘度が。冷しゃぶ用のタレだよね。いってきます。おろしラー油。おいしい。爽やかなんだけどさ、うん、このごまだれっていうか、もうごまペーストぐらい濃厚なのがあるから、うん、めちゃくちゃ中華料理になってる、うん、中華料理だね、うんうん、ご飯進む、うんうん、肉やわらかお肉なんでこんな柔らかいの。これは一回茹でて流水にさらさずに、うんうん、あったかいまんま金属バットに入れて冷凍庫で冷やす。そうするとじんわり冷えてるから、めちゃめちゃ肉柔らかい。で、しゃぶしゃぶ用の肉でもないのこれ。薄切り使ってる。なるほどね。むしろ今回の場合はしゃぶしゃぶ肉より薄切り使った方が美味しいかもしれない。今回ごまだれ作ったけど、うん、市販のごまだれでもいいし、うん、市販のポン酢味ポンでこのおろしラー油とちょっと食べてみてもらっていいですか。勝利を確信した顔してるよ。どやってるんで僕。今日をもって夏とします。梅雨入ったけど爽やか。
とにかくこのお肉の柔らかさと鶏ガラの風味がついた味をね、これはすごいね。これこそ至高って感じだね。難しい料理作るのもさ、もちろんいいけど、一見簡単そうなものにコツ加えるっていうのはなんかいいね。コメントいいっすね。そこだけ見てますということで、至高の冷しゃぶめちゃめちゃ美味しい仕上がりになってます。ぜひ皆さん試してください。まあ夜ね、暑いこの熱帯夜に、熱帯夜ね、スピードですね、多少のね、ジェネレーションギャップあるの分かってね。もう分かってる、うん、熱帯夜はフォーテラス熱帯夜、そっちか、あなたなら、私ならいや、スピードですよ。